こんにちは、ギフアーガスの熊谷です。今回はですね、こちら、ワポマリアのアロハシャツに、フォーカスして、紹介していこうかなと思います。はい、もう5月も終わりに差し掛かっており、もう6月に入るんですけども、皆さん夏の準備は、できましたでしょうか。このタイミングでぜひ、もう夏の醍醐味であるこちらのアロハシャツ着ていただきたいなと思っております。早速、ご紹介していこうと思います。まずこちらから、今回紹介した中では一番新しい、デザインのものになります。はい、ワコマリアと、ビギー、ラッパーですね、アーティストの、コラボアイテムでございます。はい、もうあのヒップホップ好きや、まあ、90年代のカルチャーがすごい好きな方でしたら、まあ、名前を聞いたことがあるとか、ファンの方も多い、アーティストさんなのではないでしょうか。もうビギーが、表裏どちらにも、もう全面にもうこれでもかというほどに、プリントされております。はい、こちらなんですけども、ビギーの、サードアルバムの、Born Again のジャケ写が、プリントされています。はい、こちらの、グリーンと、ブラックですね。これはこちらこちらであのビギーの存在感がすごく全面に出たようなデザインでございます。彼のファッションもすごくかっこよくて、まあ、ゴールドのアクセサリーをつけてたりするんですけど、まあ、これに、まあ、シルバーなりゴールドなりのアクセサリーつけていただくと、よりこうビギー感が出てかっこいいんじゃないかなと思います。ブラックがそこまで真っ黒ではなくて、ちょっと画面上で伝わるかわからないんですけども、なんかネイビーに若干近いような、ちょっと色落ちしたような黒に近いような色味でございます。まあ、個人的にはこちらの、緑おすすめです。はい、まあ、緑なんですけど、そんなにこうパキッとした緑ではなくて、こう渋い感じの、少しこちらもなんか色落ちしたような色味なので、これはすごく着てみると、渋くて、男が上がるんじゃないかなと思います。かっこいいです。次にご紹介するのが、こちらですね。はい、羊たちの沈黙という映画との、コラボレーションの、アロハシャツでございます。はい、先ほど色物がおすすめとは言ったんですけど、こちらは、2型ございまして、どちらも、モノトーンに、仕上がっております。はい、なんかアロハシャツはちょっと派手なのはちょっと難しいなという方は、こういうちょっと黒白で統一されたアロハシャツ着ていただくと、まあ、すごくスタイリングに取り入れやすいかなと思います。はい、こちら90年代のホラー映画なんですけども、まあ、その映画の、ハイライトといえるシーンがプリントされています。プリントなんですけども、まあ、羊たちの沈黙に登場するレクサというキャラクターが前面にプリントされていますね。このホラー映画なんですけども、まあ、この白黒の色味も相まって、よりこうホラー感が演出された、シャツなのではないでしょうか。夏といえばアロハシャツ、夏といえばホラーということで、これもね、夏にぴったりな、デザインかなと思います。まあ、こちらはもう前面にレクターの総柄となっておりまして、こちらはこうでっかいレクターというか、はい、レクター一人がこうドンとプリントされております。こちらのおすすめなポイントなんですけど、こっちの形だと、後ろにさりげなく映画のロゴがプリントされています。はい、まあ、後ろ姿のかっこよさってすごく大事だと思うので、この後ろにこだわり感じられるこのデザインが、個人的にすごく、グッときました。はい、お次に紹介するのが、こちらの、はい、パイソン柄のアロハシャツですね。まあ、これまでは新作だったんですけど、これは定番の柄でございます。ご存知の方、持っている方も多いのではないでしょうか。ただこちら色が今回新しくなっておりまして、赤の色に仕上がっております。はい、着てみると思ったより派手じゃないことはないんですけども、結構ボディがかなり濃い色でこう塗られているので、柄がそこまで前面に出ないというか、着た時に、まあ、意外とこう馴染むような一着になっております。なのでお店で着ていただいて、あ、思ったよりいいなと言っていただけるお客さんも多いので、これ ぜひ一回
あのこういう柄も苦手な方も一度、試着していただきたいなと思う一着でございます。あと今回のアロハシャツのポイントなんですけど、身幅や全体的に大きめのワイドシルエットにチェンジ、シルエットが変わっておりまして、もしパイソン柄お持ちの方でもまた先シーズンまでとは違った風合いに実際に着てみると見れると思うので、もしあの新しい形のものが欲しいという方はこちらのワイドシルエットの今シーズンアロハシャツ全般なんですけどおすすめでございます。これまで音楽、映画と、いろんなさまざまなアロハシャツのコラボのアイテムを紹介したんですけど、最後はテーマがアートということでこちら、はい、バスキアとのコラボアロハシャツです。今回がバスキアとのコラボアイテムを展開するのが2回目でして、去年もあのバスキアのコラボ出したんですけど、今回また違ったアートが施されております。去年のバスキアコラボの柄はボディ全体にこう絵が描かれたものだったんですけど、今回はこう真ん中にドンと仕様のものが配置されたアートとなっております。なのでこちらも派手ではあるんですけども、こう絵が描かれてないこの空白の部分が結構大きいので、意外と着ていただいた時にこちらもこう馴染むような一着かなと思います。もう一つがこちら、はい、もうなんかバスキアといえば結構このアートを浮かべる方ももしかしたらいるかもしれません。あの頭蓋骨の、アートワークが施されています。はい、こちらもワコマリアのアロハシャツはすごく珍しくて、真ん中にドンと、アートが施されているのみで、他は真っ黒でございます。はい、あとこちらの、アロハシャツのポイントが、これまで紹介してきた、アイテムは全部冷温 100% の素材だったんですけども、こちらは、リオセルを、使用しております。なので、冷温のものと比べるとよりこうガシッとしたちょっと肉厚の、素材となっております。なのでこの柄で迷うっていう方も多いと思うんですけど、素材、冷温か利用するかで選んでいただくのもまたあの面白いんじゃないかなと思います。ざっと、アロハシャツご紹介したんですけども、いかがでしたでしょうか。はい、毎年このシーズンになると、アロハ専門店なんじゃないかってぐらい、結構アロハシャツ揃いますので、もしお探しの方はぜひ、見に来ていただければと思います。今回はざっと今回はちょっと軽い説明にはなってしまったんですけど、ジャックインザネットウェブマガジンの方では結構深く商品について説明させていただいておりますので、もっと詳しく知りたいという方はそちらも合わせてご覧いただければと思います。またこちらのアロハシャツについてのご質問等あればぜひコメント欄でコメントください。もし今回の動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。